こんばんは、かつのりです。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。いつも通りウインナー炒めます。これ卵焼きをするための油を引くという意味でもありますね。で、L サイズの卵、買い物の時 LL がなかったので L サイズの卵3個分を注ぎます。で、今日はこの後また2個卵を焼きますから割っておきます。割って溶いておきますね。で、卵 L サイズ3個分の卵はこうやって巻いていきます。片手で撮影しながら片手で巻きますから、なかなか結構高等テクニックが必要なんですが、今日はウインナーの量が多くて、率直に油の量が多いから簡単に巻けましたね。やっぱり油をケチると巻くのが難しくなりますね。これはもう間違いのないところですね。で、またウインナーを入れて油を加工のフライパンにウインナーの油をしっかりと染み込ませて、で、この油でウインナーを焼いていきます。はい、ウインナー炒めです。これが今日は多分サムネイルですね。ウインナー炒めで、もう一度卵を注ぎます。これは L サイズですね。LL がなかったので仕方なく LL の L サイズの卵2個分の卵焼きとなります。本当はね LL が良かったんですが、そうも言ってはこっちの都合というか、売ってないもんは仕方ないですからね。よいしょ。で、L サイズ2個分の卵も巻いていきます。変に巻くとねちぎれてしまうし難しいところですね。はい、なんとか成功ですね。はい、まずウインナー、白ご飯、ウインナーと白ご飯で、野菜代わりのトマトの缶詰、野菜代わりです。野菜が高いですからね。で、体重です。今日ちょっとお腹ゆるいです。やっぱ豆腐が悪いんやと思います。豆腐の凝固剤なのか、にがりなのか、僕はあれを食べると、おそらくですけど、凝固剤かにごりのせいで便秘になるんですね。で、豆腐をやめると、お通じが良くなるということで、今日は緩いんだと思います。体重 56.8。体重 56.8。だから昨日より800g も減ってます。豆腐を食べるか食べないかこんなわけ違うんですね。体重 56.8、 体脂肪率 13.0、 基礎代謝1332、内臓脂肪レベル4、
4、筋肉量 46.8、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 と、昨日より 800g 減ってます。これはお腹が緩いのが影響していると思われます。はい、で昨日と同じように卵 LL サイズの卵5個分の卵焼きですね。 L サイズの卵5個分の卵焼きです。奥が3個、手前が2個ですね。 L サイズの、はい。で、目玉焼きです。ちょうどいい感じですね。ちょうどいい感じです。僕が一番好きな、もうちょっと卵だけ食べるんだったらもうちょっと半熟がいいですけど、おかずにするならこれがベストですね。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。